皆さんこんにちは。 Do it yourself ideas へようこそ。このビデオでは皆さんにこちらのハートの形をした紙でできた箱の作り方をご紹介します。こちらは上を開けて中に物を入れることができます。今はティーパックが入っています。プレゼントの時などにこちらの箱をお使いください。少し作り方が複雑ですので、ビデオで皆さんがお分かりいただければ幸いです。この箱を作りたい方がいらっしゃったら、このままビデオをご覧ください。今回必要な材料は、糊、綺麗な柄のある厚紙、物差しと鉛筆です。まずは厚紙の白い部分を上に、机の上に置きます。そして横に25センチ測って鉛筆で目印をつけます。それでは厚紙の横です。まずは下から3センチのところに目印をつけます。そして3センチのところから12センチ測って線をつけます。反対側も同じです。まずは3センチ、3センチのところからもう一度12センチ測って目印をつけます。それでは右と左の今つけた目印を線で結びます。短い物差しだと少し一辺には引くことができません。まずはその前に横の25センチを測ったところから上に3センチ測って目印をつけます。またこちらも同じように今つけた3センチのところから12センチ測って目印をつけます。それではこの3つの点を線で結んでください。下も同じです。横に2本線を引きました。ここには3つ目印があります。それでは物差しを手前に置きます。次に左から10センチのところに線を引きます。次に10センチ間隔でもう1つ、その次は5センチ間隔で1つ線を引きます。それではその次の線のところに目印をつけます。まず左から5センチ、2つ目は10センチ、そしてもう一度10センチ間隔で1つ目印をつけます。ここまでお分かりいただけると幸いです。それでは今引いた目印を斜めに線で結んでいきます。左下の角から上の5センチの点に引きます。次は上から下です。斜めに引きます。次も斜めです。今斜めでここまで引き終わりました。一番最後は少し角度が小さくなっています。これで線の引くのはほぼ完成です。その前にまず物差しを上の線に合わせてください。まず3センチのところに線を引きます。次は12センチ、同じように厚紙の一番上にも左から3センチ12センチのところに目印をつけます。そして上と下の目印を線で結びます。今2つ線を引きました。今度は今引いたところから下から上に向かって6センチのところに線をつけます。右側も同じです。今たくさん目印をつけています。1回でお分かりいただけない場合はもう一度ビデオを最初からご覧ください。ハサミで切る前にまず鉛筆でハートの形を描きます。左から2つ目の三角形の下のところにハートの上の部分を目印として書いてください。真ん中の三角形です。向きを変えます。
そうするとハートがこのように見えます。今までとても複雑でした。それではハサミで引いた線に沿って切っていきます。まずこちらを切って、今作ったハートの形を切り抜きます。そしてこちらを切り抜きます。こちらの三角形は必要ありません。こちらの白紙の部分も切り抜いて、左側の線も切り抜きます。すべて切り抜き終わるとこのような形になります。それではもう一度、今度はこちらを切り抜きます。ただこちらの角まで切り抜きます。反対側から約2センチほど切り込みを入れます。今切り込みを入れた2センチのところをこのように内側に折ります。反対側も折ります。開いてください。そして6センチのところに目印をつけたところがあります。そこに沿ってこのように内側に折りくりみます。今全部で3つ折り目があります。この両側の四角形は必要ありませんので切り取ってください。次は中央の線に沿って中に折り込んでいきます。わかりやすいように向きを変えて線が見えるようにしてから折ると折りやすいです。しっかり折り目をつけてください。次は2本目の線に沿って折っていきます。あとはこちら2本です。4つの線すべてに沿って折り目をつけました。それではもう一度折っていきます。今度は線がないところを折りますので、鉛筆で線をつけてから折りたいと思います。こちらの三角形の角から角は10センチになっています。ですので真ん中5センチに1つ目印をつけます。次に上の角から、左上の角から今つけた5センチの目印に線を1本入れます。その線に沿って半分に折ってください。全体はこのようになっています。同じようにこちらにも真ん中に線を1本引いて折り目をつけてください。ここまでビデオをご覧になってお分かりいただけた方はあと少しで完成です。どうもありがとうございます。それでは続きを折っていきましょう。糊を使ってこちらの面を貼っていきます。どっちの面が上に来ても構いません。お好きな方に糊を塗って貼ってください。片方の三角形の上に糊を塗って、もう片方を上に貼ってください。今回は柄にぴったりのように貼ることができました。それでは下からこちらの底を中に入れてください。少しこちらの両側が長すぎるので、ハサミで余分なところを切り取ってください。こちらの底を少し長めに折っておきます。今切り込みを入れた両側の部分は切り取ります。皆さんも箱の底が中に入れることができるように上手に調節してください。このようにして底を閉じます。糊を使って底は貼ってください。こちら両面と底にも糊を塗って貼り、底を閉じます。それぞれの面を
箱の中に入れます。上から手を入れて上手に糊を塗った面を箱に貼ってください。しっかり乾くまで待ちます。これでハートの形の箱の完成です。とても複雑だったと思いますが、完成するとこのような綺麗な箱が完成します。ぜひ皆さんのお好きな柄の厚紙を使ってこちらの箱をお使いください。中には小物、あるいは紅茶のティーパックなどを中に入れることができます。いかがでしたでしょうか。もしこちらの箱に興味がある方はぜひ作ってみてください。今回のアイデアを気に入っていただけたらぜひいいねを押してください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。